アズールレーンでは主人公のエンタープライズを演じました。強さと凛々しさ、その裏の優しさと危うさを表現、その魅力を最大限に引き出しました。自動手記人形サービスバイオレットエヴァーガーデンです。劇場版バイオレットエヴァーガーデンでは感情のない少女が愛を知る過程を緻密に表現、透明感に満ちた演技は観客に温かな感動をもたらしました。アサシンズプライドのエリーゼアンジェル、アラド逆転のギアのアイリス、進撃の巨人シリーズのミカサ・アッカーマンなどを演じた石川由依さんです。石川由依さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。では見事主演女優賞に輝きました石川由依さんからコメントをいただきましょう。はい、なんと主演女優賞の石川由依さんにも本日特別に会場の方にお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして本当におめでとうございます。では受賞のコメントをお願いいたします。主演女優賞いただきました石川由依です。このような素敵な賞をいただけて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。私は7年前第8回声優アワードで助演女優賞をいただきました。その時は経験がまだ浅く、こんな私が助演女優賞をいただいてしまっていいのだろうかとすごく不安な気持ちになったことを覚えています。ただいただけるものはいただいて、その代わりこれからこの賞にふさわしい自分になっていこうと、これからあの時石川に助演女優賞あげてよかったなって思ってもらえる声優人生を歩んでいこうと、そう心に誓い、受賞式でもそのようなお話をさせていただいた記憶があります。今回この主演女優賞をいただいたのは、あの時はまだ声優としてこれから自分はやっていけるんだろうかという不安がいっぱいたくさんあったんですけれども、そんな自分が大好きなお芝居でまっすぐ進んでこれた一つの証のような気がして、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。ただやはりこの声優というお仕事は私一人の力では決して成り立ちません。たくさんのキャラクター、たくさんの作品に今まで出会ってきましたが、どの作品でもたくさんのスタッフさんたちが支えてくださいました。今回は、昨年公開されました劇場版バイオレットエヴァーガーデンの評価がきっと大きく影響していると思うんですけれども、その作品は私のテレビアニメの初の主演作品でもありまして、バイオレットという感情の名前を知らない女の子が少しずつ成長するのを私と、そしてスタッフの皆さんと大切に大切に育ててきて、そして昨年公開された劇場版はその完結を一応迎えました。たくさんの人の思いがこもって、いろいろなところから愛情を注ぎ込んで素晴らしい作品というものは生まれます。なのでこの賞は私一人ではなく、たくさんのスタッフさんと共に、そして共演者の皆さんの刺激があってこそキャラクターが素晴らしく輝いたと思うので、皆さんと一緒に受賞した賞だと思います。昨年はコロナでなかなか直接ファンの皆さんにお会いしたりだとか感謝を述べる機会もなくて残念だったんですけれども、バイオレットは手紙を題材していることにこともありまして、ファンの方からたくさんお手紙いただきました。そんなお手紙の中で、こう私は暗い気持ちになった時もすごく励まされたりとか、みんなが応援してくれるんだからもっともっと頑張ろうという気持ちが生まれました。そして同時にそのお手紙の中で、アニメというものがたくさんの人の心を響かせて皆さんに笑顔を届けているものだなっていうのをすごく感じることができました。たとえ直接会うことができなくても、どこに いようと、どんな言語だろうと、アニメというものは、皆さんの心を
豊かにし笑顔にしてくれるものだと思います。そんなお仕事をできている自分がすごく幸せ者だなと思いますし、とても誇らしい気持ちでいっぱいです。まだまだ未熟な部分はありますが、先輩たちを見てもっともっと早く追いつかなきゃっていう気持ちも思ったり、後輩たちを見て私も負けてられないなという思いがたくさん生まれるのですが、これからもより多くの方々に素敵なものをお届けできるよう、私も精進していきたいと思います。最後に、いつも近くで支えてくださっている、マネージャースタッフ事務所のスタッフの皆さん、そしてお友達、昔から応援してくれる学校の先生、そして一番近くで私を後押ししてくれている家族、愛情たっぷり育ててくれました、そのみんなに感謝を伝えたいです。本当にありがとう。これからも精一杯声優人生、もっともっと頑張っていきたいと思います。本日は素敵なショー本当にありがとうございました。